こんにちは、こんばんは。のひたりです。たくみです。はい、今日はですね、はい、なかなか行かないあるところに来ました。どこですか？レゴランド東京でございます。ということで、お台場にあるレゴランド東京に来ましたので。レゴランド東京初だね。そう、初、ね、普段は子供がいる、それで子供が遊べる室内型テーマパークみたいななんですけど、なんかたまに大人のレゴランドっていうのをやってるらしくて、レゴナイトで夕方以降から入れるのかな。そうで、今はハロウィンの時期なので、ハロウィンもなんかいろいろ飾り付け、うん、されてるみたいなので行ってみたいと思います。楽しみですね。レッツゴー。ちょうど160ちょっと手前、170手前だ。170個です。何が180ぐらいかな。いやケンジじゃないんだよな。あ、そうか。俺さ、本当にレゴ好きだったんだよ、ちっちゃい頃。え、乗れんの？乗れるよ。やった。何これ？キングダム。モンスターを倒すんだって。あれだ、バズみたいなやつ。あ、ほら。え、面白そう。すごい。どうだった？で、こうチュン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 打つんだけど、割とね、すごかった。いきなり下手だったよあの打つやつのなんか立体のやつと、あと映像、そう、映像の中でもね、なんかあの映画みたいな、レゴの映画見たことあるかな、みんななんか映画みたいな感じの映像も入ってきて、そう、映像打つパターンと、なんていうの、物自体打つパターンがあって、割と面白かった。映像すごくない？すごかった、よくできてた。あのトイストーリーみたいだよね、マジで、うん、うんうんうん、純粋に楽しめた。バズとトイストーリー混ぜた感じだね。すごかった、画面上と実物、すごい面白かったね。うん、どうしようかな。気持ち的には頑張って背骨に見える。お、いいじゃん。昔の手は前に出てほしいな。あ、手は前に出てほしいな。あ、手ね。スープ？パンプキンスープだけど、ぶつけてるとコーンスープに近い味がする。美味しいけどね。
チョコ多い。これは普通に美味しかった。ドレゴのチョコがめっちゃ可愛い。はい、今日は大人のレゴランドに行きました。めっちゃ楽しかった。なんか僕は子供の頃からずっとねレゴハマってたわけよ。いろいろなレゴやってきて、子供から離れていくにつれてさ、やらなくなるやん、マジで多分5、6年ぶりとかにやってめっちゃ楽しかった。骸骨作ったのがすごい楽しかった。楽しかった、すごい夢中になってたもんね、うん、楽しかった。多分初なのね、レゴやったの。レゴ触れ合うのね、あの触ったことはあったんだけど、ちゃんとね、作ったことなくて、なんかあんなにパーツが種類が違うのも、思ったようにうまくいかないのも、全然なんかマジで分かんなくて難しくて、うん、いい経験だった。楽しい。あんなに大変なんだって思った。難しい、ね、よく子供は言うのってかね、すごいなって思った。だからレゴやってる子供は多分頭ちょっと柔らかくなる。普段はね、あの子供しか入れないんですけど、まあたまにね、夜から、まあ、興味本位でも全然楽しいと思います、うん、はい、ということで、はい、レゴの人形ちょっと黄色すぎるんじゃないかなと思った方はこういう方チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。